私どもは本公演にて座長を務めまする平野亮と小林克也にございます。これよりお目にかけまする演目は忠臣蔵でございます。時は元禄15年師走半ばの14日、赤穂藩藩士47名が本庄松坂町の吉良邸に討ち入り、吉良上野介の首を取るという元禄赤穂事件を私どもの解釈にて作りましたる演目でございまする。ご来場賜りました皆々様、そして配信にてご覧くださる皆々様に最後まで楽しんでいただけるよう心を込めて演じさせていただく所存にございます。せーの、チャオ明治座祭り10周年記念特別公演、忠臣蔵討ち入る祭り。ここは兵庫の赤穂藩、藩主浅野匠守が幕府より天皇の勅使供応役、つまりは偉い人をもてなすイベント担当を命じられたことにより、その準備に追われておりました。よしよし、お前たち少しは飛べるようになったか。あいすっかり、うん、で飛べるわけないやろ。世界はいつも僕を見上げているから。おーしい、アニヒュルリアニヒュルリと相手は天皇の勅使の方です。我が藩の威信にかけても絶対に成功させなくては。私は安兵衛殿の使い場じゃない。牛乳は今日いらねえのかよ。さすが軍兵衛、頼んでね。頼まれました。いいかお前たち、はい、我が殿浅野匠守様が勅使供応役の大役を仰せつかったんだ、はい、あっと驚かせるような出し物を準備して盛り上げるんだよ、うん、遅くなって申し訳ない。寺坂吉右衛門、ただいま帰りました。帰った。もう半紙はこれやったらね。いいですか、もう一瞬ですからね、はい、わかりました。こうですから、ええ加減自分の正体ぐらい思い出せへんのか。でも不思議なことに皆さんといると心が落ち着くんですよね。まだいってるでね。本当ですよ、なぜだか懐かしい気持ちになる、うん、だから今はとりあえず赤穂藩のために働きたいと思ってます。ところで軍兵衛殿、これは。ああ内職ですよ。今月の支払いがきついから。俺もな、いろんな店につけ止まりまくっとんねん。どないしょ。このところの給金の未払いについてです。大石蔵之介殿に直接掛け合ってみたのですが、以前のように払えないから我慢してくれの一点張り。どうもあ、いやいやいや、これこれ皆さんお揃いでね、うん、お前さ、捨てんなよ。え、スイカの種、はい、植えろ、うん、はい。あとね、皮は漬物にしてくれ。茶葉とは？お茶っぱな、うん、色ができるまで使え。分かったか。はい、うん、それからみんな、外食はするな、見切り品以外は買うな、試食品はとことん食え。苦しいない。はぁ、ところで皆さん、はい、暮らしの方は大丈夫ですか？もし何か困るようなことがあれば私の刀をお売りください。それでも足りない場合は私の財布を。僕はお人よしで頼りない藩主ですが、皆さんと一緒にいつまでも楽しく暮らしていきたいです。またみんなであの赤穂の美しい桜を眺めながらお酒を酌み交わしましょう。なぜだ、なぜこんなにも愚弄されねばならぬ。こやつ率いる赤穂藩、塩の名産地として知られておりますが、今は大変な財政難にあえいでおると聞きます。何か策はあるのか。実は宝刀の儀にちょっとした細工を施そうかと。それは楽しみじゃ。柳沢は。あの男の行方は分かったのか。恐れながら今だ。あやつがどこかでのうのうと生きてると思うと心が騒ぐ。ご辛抱ください、今総力を挙げ捜索中にございますゆえ。何を悠長なことを申しておるのだ。おお、信子か。生きている限りあの男は必ず将軍の座を狙うはず。一刻も早く見つけ出し捕らえるのです。は、石ちゃん元気。石ちゃん元気にございます。よかった。徳川家の
三代将軍徳川家光の孫にあたる男だ。赤穂藩としても付き合っておいて損はあるまい。家信は綱吉を追い落とそうとした結果、綱吉の逆鱗に触れた。心理戦を仕掛けられかなり心をやられたらしい。柳沢は悔やんだそうじゃ。家信が綱吉のスキャンダルの証拠を持ち出したままじゃったからな。家信は幾筋かの太刀を浴び命からがら逃げ出したが、誤って崖から転落。しかしそれが幸いして追っ手の手から逃れることができたというわけじゃ。寺坂殿大丈夫ですか？寺坂大丈夫か？過去を思い出そうとすると激しい頭痛に襲われます。ならばと考えないようにすると悪夢を見る。くそ。いきますよ。ありがとうございます。ようこそ江戸城へ。カエルピョコピョコ水ピョコピョコ合わせてピョコピョコ水ピョコピョコ。はい、カエルピョコピョコ水ピョコピョコ合わせてピョコピョコ水ピョコピョコ。歌う大会来て歌う大会と歌う大会と歌う大会と歌う上手ければ歌う大会歌う大会と歌う大会。はい、歌う大会来て歌う大会と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 歌う大失態を演じたのは浅野匠の神率いる田舎侍集団赤穂藩の皆さんでした。どうもありがとう。ありがとうございました。 あなたは上様と私にどれだけ恥をかかせたのかお分かりですか？上様も私どもの藩にお金がないことはご存知のはず。それなのにこの役目を任命なさるのは不自然と感じておりました。上様を批判なさるのか？とんでもありません。あのボンクラ藩士どもと一緒に今すぐ田舎に帰りなさい。ボンクラではありません。ボンクラでしょう。これを見るとどんなに辛い時でも心が静まるので。あ、許さんぞ、キラコウスケのスケ。ということはお主、幕府の者なのか？私の正体を教えてくれ。寺坂やめとけ。あんたの本当の名前は徳川家信。私が徳川家信。江戸より速報です。将軍、徳川綱吉公より切腹せよとの命が下りました。なんだと？風誘う花よりもなお我はまた春の名残をいかにとやっせん。殿、もう一度みんなでお花見がしたかったな。仲間と一緒に満開の桜が見たかったな。殿、殿、いざ。過去を思い出してました。家信、なぜそんな目で私を見るんだ？お前が裏切ったってのは本当か？そんなことしていない。お前に嘘の情報を吹き込んだのは綱吉だ。目を覚ませ、家信。信じていたのに残念だ。死ね。一番の親友を切ってしまいました。できるならこのまま赤穂藩士としてここに留まりたい。もう一度仲間というもののために生きてみたい。綱吉のとこに打ち入ろうや、今すぐに。そうなのかな？ということはそうなるよね。それは恐れ多いっすよ。俺は反対です。確かに恐れ多いね。じゃあ皆さん、こうしましょう。籠城しましょう。籠城しましょう。籠城しましょう。ご家老、私はな、浅野家のお取り潰しだけは絶対に避けたい。いやいや、それは家が残った暁には皆には耐えてもらいたい。耐えてもらいたい。お前なこの度のご家老のお取りなしに不満がありそうろう。上様を討ちに行くってことでしょう。は？
江戸に一人で乗り込むつもりですか。あのバカ。いけない、止めなければ。玄界門殿、私を人質にしろ。柳沢の拷問で口を割らない人間は初めてです。浅野家再興を約束してくれ。そうすれば望みのものはすぐに渡す。私も家信の名前を捨てて二度とあなたの邪魔をせず赤穂の仲間たちと静かに暮らすと誓う。浅野家は先ほど取り潰しと決まりました。言いましたよね、取り潰しだけは避けたいって。そうですよ。じゃあ僕たちはどうなるんですか。どうもこうも、我々は本当に老子になってしまったということだ。よしみんな、討ち入りだ。キラ邸に綱吉が現れたところを狙う。そこで一気に家信様の奪還と殿の仇討ちを果たす。あなたはキラー光月之助です。私がこの地下牢を提供したのはお前はもう不要だと言われたからです。明日久しぶりに上様がこの屋敷にいらっしゃいます。そしてその情報がどうやら赤穂浪士たちに伝わった模様です。討ち入りがあるのではないかと私は睨んでいます。下手をすれば打ち首獄門。くそ、どうすれば。この地下牢の鍵です。道理をなさろうと私の知るところではありません。私は妻の病気さえ治せればそれでよかった。私にはまだ金が必要です。それを払ってくださるのは上様でもあなたでも私にとっては同じなのです。よし行くぞ。私服1年10ヶ月、亡き殿の仇を討つ日がついに参った。これよりキラ邸に討ち入り出す。逃れる者は追うべからず、歯向かう者のみ切り捨てよ。狙うは将軍綱吉の見印ただ一つ。おのおのがだ、存分にお働きでざれい。綱吉公、お覚悟。ダメです。は？あなたたちは上様を討ってはいけません。ちょっと何を言ってるんですか家信様。我々もう覚悟ができています。私はもうこれ以上仲間が死ぬのを見たくないんです。私は私の理想とするみんなが笑って暮らせる国づくりを目指したい。そこに暴力が入り込む余地なんてない。暴力ではなくこれは仇討ちです。その2つが同じことだとなぜ理解しないんです。人は正義を語り人を殺す。それじゃ暴力の連鎖は断ち切れない。憎しみをいつまで経っても消すことができないんだ。どうしてもどいてはいただけませんか。私がお願いしても。断る。ならば我々はまずあなたを切ることになる。もう切らせやしません。これ以上誰一人として家信様お覚悟かかってこい。今だ！出た！おれ！やめよ！おれ！
のために何をするというのだ。この国のために働く者としては仲間であるはず。今さらそんなこと言われても遅いわ。ならばお知りなさい。妻は死にました。だから私を切りなさい。承知した。余生を追いしたろ。やめろ。上様を追い詰めた憎き男、お前がこれからどのような政治をするのか見ものであるな。天があなたに与えたお役目ですから。しかし早速ですが上様にお願いがあります。お願い。私たちは綱吉公を狙って討ち入りしました。綱吉公が死んだ理由はどうあれ、将軍様を狙って謀反を起こしたことは事実。私も一緒に連れてってください。それはなりません。あなたにはもう一つだけ大事な役目が残っております。大事な役目。私たちのことを後世に語り継いでもらいたい。仲間のために。楽しかったな。寺坂、俺たちを煮込んでくださいねえ上様。さあ、はい、第2部にじるプロジェクトカウントダウン公演が始まります、はい、でただいまから皆様ねチームに分かれていただいて、それぞれが出し物を披露いたします。そしてこの中から5人がうまみと出汁の効いた最高の蕎麦用人グループとして江戸城でのデビューが決まっております。果たして誰がデビューとなるのか。そうですね、楽しみ。では候補生の皆様準備をお願いいたします。お願いします。さあよし行こう。はい。よっしゃー、アコウの塩何にでもかけてスーパーデリシャス塩辛くしたるでー。ごちゃごちゃ言わんと塩くれ、それでも今日が好きだから。発表いたします。原田雄一さん。おーゆーちゃん。元禄ストレイドッグスより、はい、菱川諸信さん。俺お、見ねえ。そんなお、ミシー、ミシー。楽しい。ありがとうございました。さて以上にじるプロジェクト終了でございます。お楽しみいただけましたでしょうか。どうですか。本日